皆さんこんにちは、ガジェログです。今回は ASUS から発表されました VivoWatch 5 Aero というスマートバンドをご紹介したいと思います。この世界初とも出ていますけどもね、この前面に指先測定ができるセンサーが搭載されていますし、また通常通りね、この本体の背面にもスマートバンドとしてのセンサーもねしっかり積んでいるようです。では一体どんなスペックになっているのかご一緒に見ていきましょう。というわけで ASUS 公式サイトの情報を Google 翻訳してお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まず最初にトップページになりますけども、指先測定と脈拍指数付きの健康ブレスレットとありますが、軽くてパワフルですよとあります。このねディスプレイのこの下にセンサーが積んでるっていうのはちょっとね今まで見たことがありませんでした。ではそのセンサーがねどんな感じなのか見ていきましょう。マイクロエレクトロニクスと光学のデュアルセンサーですと出ています。このね周りの部分は微電観測と出ています。そして PPG 光学センサーが積まれています。このソフトウェアとハードウェアの統合の限界を打ち破り、マイクロエレクトロニクスと PPG 光学センサーが時計の表面と背面にそれぞれ設計されていますとあります。そしてこのブレスレット、スマートバンドを装着しますと、時計の背面にあるセンサーが生理現象を忠実に記録し、現在の体の状態を知りたいときは画面上の測定したい項目、脈拍でしょうかね、血中酸素基準など選択し、表面のセンサーに人差し指を軽く触れるだけと出ています。さらにねこのセンサーの特徴を見ていきたいと思います。この脈拍指数、脈拍の変化を追跡するための指先測定と出ています。人差し指で表面に軽く触れると ASUS VivoWatch 5 Aero はマイクロエレクトロニクスセンサーと光学センサーによって収集された信号間の時間差を使用して、現在のパルスインデックス、パルス通過時間を計算します。脈拍指数の変化を観察することは個人の健康管理に有益ですと出ていますけども、この指先をねこのセンサーに置くことによって、その都度より正確な脈拍やそして血中酸素濃度を収集することができるようです。そして24時間体制の心拍数をモニタリングすることもできるようです。多様なモニタリング方法とグラフィカルなトレンドチャート表示を組み合わせることで、1日を通して心拍数の変化を追跡することができると。そして高精度光学センサー PPG センサーのグループが時計の背面にあり、10分ごとに手首から取得した心拍数の値を自動的に検出します。睡眠中測定したいときはいつでもセンサーに積極的に触れてください。現在の心拍数がすぐに分かりますと出ていますけども、心拍数に関しましてはねもう身につけているだけで24時間モニタリングっていうのはもう当たり前になっているので、このあたりはより高精度ということですので、手で測定したデータよりも指先のデータの方がより正確なのかもしれません。そしてねこうしたスマートバンドには搭載されている機能の一つとして、血中酸素の基準値ということで SPO2 測定も対応しています。専用の指先血中酸素測定設計、より正確なデータとありますね。前面にありますねセンサーが、末梢血管が豊富な指先に赤外光と赤色光を同時に照射し、反射光源の明るさの違いを映し出し、血液中の血中酸素基準値を計算します。時計の背面にある別の光学センサーのセットは、60分ごとにバックグラウンド測定を自動的に実行し、血中酸素の変化を常に忠実に記録しますとあります。この前面にあるっていうのはやっぱりその都度測りたいときに測定するっていうことで、より高精度なデータ欲しいときにはこちらのその都度測る前面のセンサーを使うってことだと思います。そして ECG 搭載っていうことになりますけど、この背面のですね内側のこの部分に微電観測定器と書いてありますけど、ここの部分おそらくこれ金属のセンサー部分が2枚ついているのがわかります。そして前面にありますこちらのセンサーのリング状のものにも微電観測器と書いてありますので、この3点を使って心電測定ができるってことだと思われます。翻訳されている状態になりますので正確な情報かわかりませんので、このあたりはねちょっと定かではありませんのでご了承いただければと思いますが、このスマートバンド形状で ECG も搭載ということで、ちょっとね末恐ろしいスマートバンドになってるなという気はします。
そして圧力指数、1日を通して圧力の変化を監視するとありますけども、圧力っていうのはねストレスのことだと思いますので、ストレス測定もできますよということですね。健康になるためにはまずリラックスすることを学びましょう。心拍数の変化に基づいて計算されたリラクゼーション指数は現在の短期的なリラクゼーション状態を反映できます。リラックス指数が高いほど身体がリラックスした状態になりますとあります。そしてねこの辺も当然の機能になりますが、睡眠モニタリングも可能になっています。加えて歩数とカロリー、あなたとさらに行くとありますけども、内臓の重力センサーは体の揺れを正確に検出し、毎日の歩数、カロリー、距離、回数を詳細に記録し、一歩一歩を確認できますとありますので、ワークアウト、スポーツモードにもしっかりね対応していて、歩数もカウントをしっかりやってくれるわけですね。加えて手首に装着するだけの私だけのフィットネスマネジメントコーチとあります。ざっと見ていきますとね、9つのスポーツモードを搭載しているっていうことですね。ここに出ています。またさらにですね、なんと GPS 内蔵ということが出ています。これはちょっと意外というかすごいなと思います。今後このサイズのモデルにも GPS 内蔵が可能であるならば、おそらくシャオミスマートバンド7の後継モデルとかね、ちょっと横幅がありますがファーウェイバンドシリーズとかね、そういったものにも今後 GPS が乗ってくるっていうことがちょっとね期待できますね。ちょっと話がそれましたけども、これはいいですね。 GPS 内蔵っていうのはすごくいいなと思います。でさらに個人秘書とありますけども、リモコンの自撮りができますよとありまして、手を解放してより生き生きとした撮影方法、 Bluetooth リモコンはリモートで写真を撮ったりポーズを撮ったりブレスレットをしたりして素晴らしい瞬間を便利にキャプチャーしますとあります。加えて投薬リマインダーという機能もあります。薬のリマインダー機能が内蔵されているため、アプリで薬の名前、投与量、リマインダー時間を設定して薬を服用する時間を逃さないようにすることができますと。これはいいですよね。持病やもしくはねいつも飲んでいる薬っていうのを忘れてしまうっていうことも、まあ、なきにしもあらずですので、専用の機能として薬をね飲み忘れないようにすることができるので、これはありがたい機能ですね。またこの辺はね当然の機能になりますが、座りがちなリマインダーということで、1時間ごとにね体動かしてくださいねっていう風にねリマインダーする機能になっています。また知らせとありますけども、通知機能になります。電話の着信やメッセージなどの様々な通知を素早く表示し、重要なニュースを見逃すことがありませんということで、これもね安心して通知機能ついているので使うことができます。だいぶですねちょっと機能に関しましては出てきていなかったので、これから触れていきたいと思います。まず画面のサイズになりますね。スクリーン 0.96 インチのパッシブマトリックスOLEDと出ていますので、有機ELパネルになっていますね。アモレットではありません。センサーに関しましてはさっきの ECG センサーまずついてますね。そしてバッテリー消費に関しましては通常使用で3日間ということになります。そして省電力モードであれば1週間7日間になっていますね。このあたりちょっと短めかなという感じはします。いろいろ高機能になっているので少なめになっているのかなという気はします。バッテリー容量ねここで出てきましたけども、140mAh になっています。ちょっとちょっと少ないかなという感じはしますね。まあこの辺は高機能になりますので、やっぱりもう少し積んで欲しかったなという気はします。そして防塵防水グレードとありますけどね、これは 5ATM になっていますので 50m 防水に対応しています。そして重さになりますけども、ストラップなしで 15g とありますけども、先ほどですね別の情報で込みで 26g とありました。では最後にですね価格の方を見ていきたいと思います。3,690 ニュータイワンドルになっていまして、今こちらの価格を日本円に換算しますとざっとですね 16,400 円というふうになりました。ちょっとねスマートバンドの価格にしてはやや高めかなという感じはしますね。というか高いですね。とはいえ機能としては GPS 内蔵、そしてここにその ECG センサー、さらに様々な測定ができることを考えると、まあそうですね妥当なのかなという感じにはなりますね。はい、というわけで今回 ASUS の VivoWatch5Air をご紹介しました。世界初の指先測定、脈拍指数付きの健康ブレスレットということで、 ECG もね内蔵されていますので、この辺はね興味深いなと思いますね。また当然ながら日本に入ってくるのであれば国の認証を取らなければいけませんので、そのあたりね障壁になるのかなという感じもします。よりヘルスケアに特化しているスマートバンドは、これから高齢社会がますます加速していきますので、そういったね健康に不安を持っている方にとってこういったものがますます売れていくんじゃないかなという気はします。というわけで本日は以上となります。この動画が良かったということは高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。